はい、皆さんこんにちは。アウピロルーレットです。はい、皆さんこんにちはです。というわけで、はい、モンスト運極ルーレットが、はい、10月13日土曜日19時から来るんですけども、はい、何なんだそれはっていうのが割とね、いるみたいなんで、はい、まあ、シロさんがこれ、うん、投票、はい、まだしないんで、うん、その説明しながら今回ちょっと投票していこうかなと思います、はい。まあ、まずですね、参加条件がこの上に4つアイコンが並んでいまして、はい、この一番右のルーレットの受付中ってところを押していただくと、はい、このような画面に飛べます、はい。で、10月13日土曜日の19時に一応このルーレットを回すライブ配信があるんですよね。あの甘いじゃない方の方と、あと女性の僕知らなかった、あのジェリカさん、はい、あと福君も、ね、あ、そうですか、回すので来るっていう。福君って今何歳ですか？30歳ぐらい。もういや、多分中学生すごいすごいです、まあ、すごい人が来る、まあ、毎回やっぱすごいそこに方がねいらっしゃって、その人たちが回ってくれますと、はいはい。で、一応ルールがですね、うん、まあこの中にいろいろキャラがある盤面があると思うんですけど、まあなんかルーレットとか結構、まあ、ゲームセンターとかいろいろあったりするんで、うん、やったことある人は多分分かると思うんですけども、うん、じゃあ僕まずお手本を見せます、はい。僕この中で何に投票するかまず選びましょうと。40マス、はい、まずキャラを選びます、うん。じゃあ私今回ルシを選びます。ルシ、はい。でもルシ選んでる人が多そうなんで、うん、ラファエルを選びます。やっぱり、はい。で、こんな感じになってるんです、うん。で、ここの盤面を覚えておいてほしいです、はい。あの左側に数字がまず振ってあることと、うん、ロー、ハイ、あと上に属性のマークがありますよね、うん。なんでまず1投目、ここに今一番最初に書いてあるんですけど、はい、1投目のハイ&ローっていうのはこのローっていうマス上4列か、うん、ハイっていう上4列のどっちに入るかっていうのを予測するんですよ、うん。なんで僕は今回1投目バーン投げた時に、1から20の数字だからワルプルギスからツクヨミの中のどっかに止まっていればハイ&ローの勝ち、うんうん。なんでオーブを10個かけていたらオーブが20個になって返ってきますよというのが1投目、はい、はい。次2投目、2投目にかけた人は、まあ、2回目に投げるんですけども、はい、上の属性マークがあります、うん、はい。火に止まったらこの火1列にかけてた人、あ、なるほど、ね、メダルを置いた人が当選、はいはいはい。だからこの盤面の場合は僕水に止まったら5分の1で止まるんですけども、はい、水に止まったら僕は勝ちになります。かけること、はい。そうなると倍率的に確率は5分の1なので投票部の5倍、うん、10個かけたら10連1回分の50個が手に入ります。でかいな、それ、はい。次 3投目ですね。3投目は8分の1になりまして、左側に1から5、6から10みたいに数字が書いてあると思うんですけど、はい、この横1列に当たったら勝ちになります、ね。こっからちょっと現実味がなくなってきますよね、うんうん。ここまではあるか、横な、な、うん、何分、これ何分、8分1ですね、8分1ですね。1から5、6から10、11から15、16から20、それは下ではもうセット、はい。8倍か、8倍です。なんで応募を10個かけたら80個の手に入ります。で、次、はい、4投目、これはちょっと、無理無理ですね。ピンポイント、どこに4投目が止まるかっていうのをキャラを指定する。だからラファに止まったら僕はこれ、はい、で 5×8 の40マスなので倍率は40倍なんで、オーブを10個かけたらオーブは400個になって、400個はでかい、はい。で、今回のおすすめの書き方なんですけども、うん、絶対に4投目には1個使った方がいいと思っております。なので僕今回1個ここに書きます、うん。なぜかっていうと、これ1個かけておいただけでも、これラファエルに止まったっていう保険かけれるんですよ、うん。40個っすよ。40個だもんね。そう、これは多分一番下で当たんないと思っても、絶対1個かけておいた方がいいかなって僕は思ってます。なんで今回ちょっとお手本のような書き方するんですけど、うん、僕は今回ここに1個オーブをかけます。で、ここに2個かけます。なぜかっていうと、うん、当たった時に16個返ってくるんで、うん、かけた分が全部返ってきます、うんうん。なんでここにも2個かけます。当たったら10個返ってくるんで、うん、かけた分のトントンになります。返ってくる、はい。なんで、まあ、大抵この書き方したら5分の1の抽選、8分の1の抽選、40分の1の抽選を3回全部で受けれるんで、うん、あ、それもチャンス、うん、チャンスはあるんじゃないかなと。で、どういう形でどっか2投目、3投目、4投目が当たっても元手は全部返ってくるって感じになりますよね。で、プラス、そう、ライブを見てるときに1投目だけでっていうのがないんですよね。1投目だけかけたら、1投目見た後ライブ配信も興味なくなっちゃうじゃないですか。確かに。ちょっと楽しむなら2投目、3投目、4投目かなと思ってます、うん。で、今回さらに保険をかけたい人は こういった方がいいかなと思ってます。これで10個、はい。なんでハイアンドローを当てたら元では返ってくる。でもこれも2分の1だからね。そうです。
なんで1投目、2投目、3投目、4投目、この書き方にしよう、自分も、うん、全部、あれですね、かけて全部楽しめるし、どれが当たったとしても元手が絶対返ってくるっていう楽しみ方ができます。なんでこの書き方が一番おすすめなんじゃないかなと個人的には思います。で、僕はどういう風に書けるかっていうと、はい、ラファエル、4投目10個投与します。はい、こちらでございます。で、ここにパスを入れてみると投与が完了しますと。おっ、あ、選ばれてんじゃん。しかもヤババチャンス、はい、で投票するとこのような感じで3体キャラが出てくるんですけども、うん、これが多分4投目とか全部終わった後に5、6、7投目があるんですね、うん、で5投目が弁財天、6投目がラファエル、7投目が五右衛門だった場合は私30万もらいます、うん、で5投目、6投目、7投目のこの3キャラのうち2個が当たったら1万円です。1万円、順番は関係ありませんですね。でこれノーリスクで普通にできるんで、うん、絶対かけといた方がいいかな。ちょっと順番今入れるよ、はい、じゃあなんで私はこのような感じで書けました。で一番最初に紹介したやつが一番硬いかなと思うんですけど、400個の夢を追うなら1点狙いではあると思いますね。400個ってやばくない？普通に400個やばい。80円でしょ、はい、これ夢を追うならね、もうちょっとプラスにするのが無課金税の方は一番いいんじゃないかなと。相当運が悪くない限り全部外れるってことはないかな。1投目2分1だしね。なんでまあそんな掛け方が、無課金オーブは今2個しかなかった。5221かな。あ、そう、何個あったんだろう。あと、そう、これ、そう、無課金用具でしかできないんで、はい、回収した分使ってる人はちょっとね、はい、また回収し直さないといけないんで、そうですね、そこはちょっと注意ですね、今みたいになるんで、はい、課金した用具ではこれ投与できないので、今だとそのグランプリのステージクリアしただけで一応全部クリア S ランク取ると5個、うん、で全クリすると5個もらえるんで、そこで10個稼げるかなと。なんか終わってない人はそれで10個稼ぐのがいいと思います、うん、まあ最近よく配ってるからね、しっかり受け取って、そうですね、期待しますから、うん、課金用具はそれで、まあいつでも誰でも回収できるよっていうのは、意外とやってなかったイベクエとか、うん、あれ2個ずつ今ね、新イベだったらもらえたりするし、ショコ、ショコやるんで、うん、1個もらえるんでね、うん、まあ、その辺で回収して、絶対に投票はしといた方がいいですね、うん、全部外れたとしても、なんかスタミナミン返ってくるみたいなんでね。あ、そうですね、はい、大部分のスタミナミンプレゼント来てます、うん、なんで10個かけたら10個スタミナミン返ってくるみたいな、かけるのはもったいぶらなくていいんじゃないかなと思います。普通に楽しんで、そう、うん、だからね、まあ、4投目まで全部、4投目に全振りしても、まあ、1、2、3興味ないけど、4投目までライブ見るじゃないですか、うん、まあ、それが狙いなんじゃないかと、うん、はい、でも意外にいるんですよ、はい、今みたいに白さんみたいに最後、はい、もう最後の4投目に全ベットする人、うん、意外にうちのサイトにはね、うん、いますね。まあでも一番多いのはやっぱりまんべんなく、まんべんなくかね、うん、さっきのような、はい、書き方は多いですね、まんべんなく投票、うん、まあ、少なからず4投目は絶対1個かけた方がいいですよ、うん、いや本当あれでもそうだよね、はい、40個になるんだから、ノーリスク、ノーリスクではないですけど、その確率的にはすごい高いですね。で、あと、うん、まあ、これ当日発表されるとは思うんですけども、はい、ルーレットの中に運極マスというものがありまして、うん、はい、その運極マスに止まると何かが起こるそうです。運極マス触って次に止まったモンスターの運極をみんなにプレゼント。全然全然やばそうじゃない。やばそうじゃない。ルシー運極もらえますよ。天むすの運極欲しいわ。いらねえ。運極なんないかもしれないから。まあでもなんかちょっとこれは分かんないですけど、なんかあるんじゃないですか、うん、もらえるとはゲーム性変わってくるしね。多分この運極マスがミソだと思うよ。そうだよね、これなんだ、これなんなんかあれかな、増えるとかなのかな、多分なんか対象なんの運極マスに止まって、うん、1000万みたいになって、次に投げたやつが ラファエルとするじゃないですか、うん、ラファエルに投票した全員で1000万山分けとか、なんかそんな感じになる気がする。やばいね。そうだから、でも山場でもそうだよ、ね、山場バナーワンでチャンスって言ってるから、またそこで急に山場ハイバーバーンのゲームが、いや、やばいな。急にそこで急に通信エラー入って、通信エラー乗り込んだって言われて、急にそれあるかもしれないですけども、ふざけんなよ。ぜひね、これ13日土曜日19時からなんで、うん、皆さんもぜひ、はい、僕らも見ると思います。そうです、はい、まあなんで自分これにこう書けますとか、こういう風な書き方しますとか、うん、あとこのキャラにしましたとかね、ぜひありましたらよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まあでも何かしら本当毎回こういうね、周年イベントでこういうなんか、うん、みんなでクイズだったりなんかビンゴだったりあって楽しいわという人はね、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もゲームラジオ1からお会いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。